パトリック・ジェハーリー、パトリック・ジェハーリー、パトリック・ジェハーリー、1883年1月8日から1963年7月30日は、アメリカ合衆国の政治家、外交官、1929年から1933年まで、ハーバート・フーバー大統領の下で、第51代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。 1883年1月8日、ハーリーはインディアン巡州の直東族居住地域、現在のオクラホマ州内において誕生した。ハーリーは1905年にインディアン大学、現在のベーコン大学を卒業した。ハーリーは1908年に国立法科大学で法律の学位を取得した。ハーリーは1913年にジョージ・ワシントン大学でも、 法律の学位を取得した。ハーリーは1908年に弁護士として認可を受けた。ハーリーはオクラホマ州タルサで弁護士業を開業した。ハーリーは1912年に連邦最高裁判所から弁護士として認可を受けた。ハーリーは1912年から1917年まで直党族の国選弁護人を務めた。 ハーリーは1902年から1907年までインディアン準州義勇民兵として所属した。またハーリーは1914年から1917年までオクラホマ州兵に所属した。1917年、アメリカが第一次世界大戦への参戦を決定すると、ハーリーはアメリカ海外派遣軍に加わった。ハーリーはエールマルヌ構成、ムーズアルゴンヌ構成。 サミエルの戦いに参加した。ハーリーは中佐まで昇進した。ハーリーはルクセンブルクとの間でアメリカ海外派遣軍の入国に関する交渉を行った。第一次世界大戦後、ハーリーは共和党に所属した。ハーリーは1929年3月にハーバート・フーバー大統領から陸軍時間補として任命を受けた。 1929年11月、陸軍長官、ジェームズ・グッドが休止すると、ハーリーは公認の陸軍長官に指名された。ハーリーは1929年12月に陸軍長官として着任し、フーバー大統領の任期満了となる1933年3月まで陸軍長官を務めた。ハーリーは1930年から1931年にかけて、 世界恐慌による影響を軽減するため、陸軍の活動を指揮した。ハーディは、賃金の値上げを求め、広範な昇級立法の制定を要求した。1932年、退役軍人らが、年金の早期支払いを求めて、ワシントン DC で抗議活動を起こした、ボーナスアーミー。ハーディは、参謀総長、ダグラス・マッカーサーに対して、彼らをワシントン DC から排除する。 よう、行政命令を出した。1941年、アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、ハーリーは、順将として、現役勤務に招集された。1942年3月、フィリピンのバターン半島で包囲を受けたアメリカ軍の救出の実現可能性を調査すため、ジョージ・マーシャル大将は、ハーリーを極東へ派遣した。ハーリーは、 本体から分離した3部隊に追加食料や弾薬を届けることに成功したが撤退をさせるには至らなかった。極東での任務の後、ハーディーはフランクリン・ルーズベルト大統領の個人施設として世界各国を訪問した。1942年4月、ハーディーは中ニュージーランド公使となり、ウェリントンに公使館を設立した。ハーディーは続いて、 ソビート連邦を個人特使として赴いた。ハーリーは東部戦線の国に承認を受けて訪問した最初の外国人となった。ハーリーはその後も1943年まで個人特使として中近東諸国、中華民国及びアフガニスタンを歴訪した。1944年、ハーリーは少々に昇進した。百四十四年八月、ハーリーは ルーズベルト大統領の個人特使に任せられた。ハーリーは中華民国を訪問し、蒋介石と面会した。大統領はハーリーに対し、次の指令を与えた。日本に対する中国での軍事作戦は、スティルウェルと蒋介石の個人的対立により、協力関係を築くことができず、不審に終わった。スティルウェルは強烈な反共主義であり、 小解析の立場については理解していた。ハーリーは中国戦域の陸軍司令官について、スティルウェルからアルバート・ウェデマイヤー将軍に交代するとを指示した。ハーリーは、ジョン・スチュワート・サービスや、ジョン・ペイトン・デイビス、ジョン・カーター・ヴィンセントなどの国務省交換に対して、自身の活動を阻害していると不満に感じていた。 ハーリーは彼ら国務省公館に関して、毛沢東の掲げる共産主義について過度な共感を持っているのではないかと思っていた。1944年11月初め、中中国大使、クラレンス・エドワード・ガウスが辞任すると、公認の大使としてハーリーに要請が下った。だがハーリーは当初、次のように述べて、就任を辞退した。11月17日、 ルーズベルト大統領はハーリーへ電報を送り、国家の重要問題であるとして中中国大使への就任を再度要請した。ハーリーは不祥部署にその要請を受理した。ハーリーと国務省との関係は良好なものではなかった。1945年2月、ルーズベルト大統領はイギリスのウィンストン・チャーチル及びソビエトのヨシフ・スターリンとヤルタ会談を行った。 この会談においてソビエトは、停戦ロシア期に、日露戦争で失った中国での利権を、再び取得するという密約を取得した。ハーディは、この密約について、中国における、反共主義の終わりの始まりで、後認識した。ハーディは、ルーズベルト大統領の死後、公認のハリー・トルーマン大統領に期待した。ハーディは、ヤルタ会談で犯した間違いに大統領が気づき、 状況を修正してくれるという希望を抱いた。だがその望みは叶うことはなかった。ハーリーは1945年9月に中国から引き上げた。そして11月26日、ハーリーは大統領に通列な言葉による辞任願いを提出した。中中国大使退任後、ハーリーは公職を退き、ニューメキシコ州サンタフェで事業を起こした。 ハーリーは1946年と1948年にニューメキシコ州で連邦上院議員候補となったが、いずれも本選挙で民主党候補に敗れた。1952年、ハーリーはニューメキシコ州代表として共和党全国大会に出席した。1963年7月30日、ハーリーはサンタフェにおいて死去した。ハーリーの遺体は、 サンタフェ市内のサンタフェ国立墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。